98、世界最強タッグ決定リーグ戦シリーズ11月14日後楽園ホールは第1試合から早くも超満員の予感です。第1試合、浅子悟、丸藤直道対井上正雄、金丸佳信組の入場。タッグマッチで行われます20分日本勝負。まず丸藤が、そしてその後に浅子が続いてやってまいりました。同じ緑のショートタイツ、エメラルドグリーンの浅子悟、そして深い緑丸藤直道です。おごそかなテーマに乗ってやってまいります、井上正雄、金丸佳信組の入場です。時間を置いてお客さんの視線が今入場口一点に集中しています。まず金丸佳信が、そして井上正雄がその姿を現しました。軽やかなフットワーク、イマリングイン、共に赤のショートタイツを身にまとっております。大変長らくお待たせいたしました。本日は第1試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。アウトが190パウンド、金丸佳信、タイの忍者金丸佳信、井上正雄、タイの怪力井上正雄、赤コーナー190パウンド、丸藤直道、埼玉栄高校出身丸藤直道、205パウンド、浅子悟、埼玉県大宮市出身浅子悟。このタッグマッチは埼玉県出身の浅子悟丸藤直道対山梨県出身の井上正雄金丸佳信のタッグマッチでもあります。赤のショートタイツが井上正雄、画面右手、そして同じく赤のショートタイツ左手、髪の毛を金色に染めています。金丸佳信、対するこちら左手が丸藤直道、そして右手が浅子悟です。彩の国埼玉と、そして甲斐の対決、20分一本勝負で行われます。両者に今注意が与えられました。しっかりと握手をします。中堅と若手が組んで、そしてこのタッグマッチ、まず先陣どちらをが出るんでしょうか。赤コーナーの方は丸藤が、そして青コーナーは金丸が出ました。今ゴングが鳴りました。浅子悟丸藤直道対井上正雄金丸佳信組、まずは先陣丸藤直道、画面の奥緑のショートタイツ、そして今下になっているのが金丸佳信赤のショートタイツです。まずはグラウンドの攻防、しかしこのグラウンドの攻防で丸藤にペースを捉える危険性があります金丸佳信。この丸藤は埼玉栄高校時代レスリングでインターハイに出場という経験があります。主導権を握らせたくないところ、その丸藤です。リング中央組み合います。ぐっと腰を落としていこうという丸藤、自分のペースへヘッドロックに取りました。そこから首投げ、グランドン体勢になります。ぐっと締めていきますが、まだ締めちょっと甘いようです。肩がつきましたが、カウントは一つ。丸藤直道19歳、180センチ83キロという小柄な体格です。埼玉県の北足立郡出身、高校時代には先ほどご紹介したようにインターハイでこのレスリングで出場経験があります。胸にアタック、ストンピング、一発二発、腰のあたりを踏みつけていきます金丸佳信。ロープに振られた金丸、ドロップキック、すぐに立ち上がります。すかさずロープを使って反動で思いっきり投げてドロップキック、このあたりの身のこなし激しい。さあそしてロープ飛ぶか、トップロープに乗っかって1回転、トップロープを使って空中で回転バック転を見せました。いやいや金丸救われましたが、まだピンチは続いています。中では丸藤が待っている、挑発するかのように金丸エプロンサイド叩きつけます。レフェリーが間に入ります。さあその隙を見て金丸が中に戻った、そこへエルボー、さらに腕をひねって丸藤肩を固めている、そのまま赤コーナーへ浅子にタッチをしました。浅子悟、埼玉県大宮市出身の27歳、緑のショートタイツのこの浅子丸藤組が埼玉県出身であれば
赤のショーツタイツの井上正雄、金丸義信組は山梨県の出身。同じように肩のところをひねって、そして井上正雄にタッチをしました。中堅の2人、朝子は90年、井上も90年にこの全日に入門しました。巴投げのような格好になった。左の腕を取ります。左の腕を集中して痛めつけていきます。グラウンドに体勢持ち込んだ。左の肩、そして左の方がマットについています。さらにここへ任意を落としていきます。グラウンドの体勢、ほとんど動くことがありません。井上正雄、この井上正雄は28歳、山梨県の中熊郡出身。180センチ108キロ、貝の怪力というニックネーム、今シリーズからつきました。カウント2カウントで返していきます井上正雄。しかしこのマットについていた左の方がちょっと赤くなっています。目つぶしを食らわせます。そして金丸タッチ。最近空中殺法でもこの精度が上がってきた金丸義信。エルボースマッシュ、しかしまだ力が足りない。朝子一発で倒しました。さらにストマックのあたりへキック一発、ヘッドロックにとって、朝子がロープに振られた。それではタックルは朝子、逆襲出るか、かわした、抱え投げる、その隙を見てヘッドシザーズホイップ、さらにロープの反動を使って抱え上げろ、ギロチン、さらにバックドロップ、バックドロップの体勢か、うっ、トップローブを使ったバックドロップ、カバーにはいきません。そのまま丸藤にタッチ、丸藤に譲った。後頭部を抑えている金丸、8月に小橋秋山のこの軍団にバーニングに入りました金丸義信。2カウントで返します。しかしこの丸藤、先シリーズでは橋とのシングルマッチで2度引き分けという新人、まだデビュー間もないこの丸藤、それを考えますと大金星のような、そういう大きな引き分けを挙げました。そして10月31日の日本武道館大会では、先輩を差し置いてジャイアント馬場、新崎人生とのトリオ、持ち味を1万6600人の観衆に見せつけました。ある意味出世頭でもありますこの丸藤直道。5分経過したところ、しかし金丸のエルボースマッシュ、これは強烈だ。丸藤にしてはまだこのエルボースマッシュまともに食らってしまいました。さあここからどういう攻防を見せるか。5分経過したところ、赤コーナーに引きずり込んで朝子にタッチをしました、丸藤。さあダブルの攻撃を見せます。ロープに振ってダブルトップ、さらに井上に対してラル、エルボー、そのまま朝子、金丸をどういたぶりつけていくのか。ジャンピングニーの形、カウント2で返しました。キチンシンクから技を繰り出していきます。さあもう一度合体技を見せそうです。さあ丸口トップロープ越し、ギロチン、ちょっと不発に終わりましたが、カバーに入る。2カウントで返しました。リングの中では生き生きとしたこの動きを見せる丸藤、しかしこのリング周りを使ってというのがこれからの課題になりそうです。投げろという声、ビシターマンズからカバーに入ります。カウント2で返しました。この丸藤に対してほとんど同期と言ってもいいでしょう、ライバルの橋も体は小さくても動きはあるというふうに評しています。同じこの同期でデビューをした橋からも一目置かれています丸藤、やはりレスリング、アマチュアレスリングの経験というのがこう生きています。金丸に対してエルボーを3発、逆に1発、この辺りは先輩の意地、トップで倒します。
後頭部のあたりを抱えて、そして赤コーナー浅子へタッチしました。胸チョップ一発、エルボースマッシュ。金丸はこのところこのエルボースマッシュというのを多用します。ジャンピングのエルボー、立ち上がれません金丸。浅子の体重が89キロ、金丸が78キロと、その差が11キロあります。この11キロ差が大きい。さあ抱えてこのまま投げていこうという体勢、足をフックさせます。投げることができません浅子。逆に投げ返していった金丸、あ、腰を打ちました浅子、これは痛い。さあその隙に井上雅夫が入ります。小さいキックからロープを使って、さあドロップキック、豪快だ。カバーに入る、2カウントで返していきました。浅子の首のあたりがちょっと腫れています。後頭部エルボー2発、ちょうど右肩のあたりに当たりました。さらにヘッドロックからトップロープ使って目をこすっていきます。じっとこのじわじわっと熱いものがこの目のあたり襲ってきます。顔面へフットスタンプ。しかし今日は井上雅夫というこの雅夫コールをする女性は見受けられません。グッと喉元のあたりスリーパーの体勢に持っていきます。井上雅夫がちょうど正座をするような格好で両膝をついて、そして浅子の喉元へ肘をこうかけています。さらに顔のところを押さえるような格好、浅子の顔がだん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 赤くなってきます。喉元が苦しい、舌も出てきました。グランドの体勢、息ができません。咳き込み始めました浅子。さあロープまであと10センチ、届かない。体勢を入れ替えます井上雅夫。そのまま立ち上がった、非常に苦しい浅子、苦しい。エルボーを入れる、エルボーを入れる、ようやく逃れた。さあその勢いで、逆に捕まった、もう一度捕まりました。スリーパー、もう息ができません。顎を砕きに行きました。うまい切り返しです。ここまでのところ埼玉県勢のこの2人がいいペースを握っています。さあ握り拳、井上雅夫に果敢にアタックに行く。さあここからドロップに行く、豪快だこれも。さあ井上雅夫カバーに、2カウントで返していきました。おお、10分経過しましたが、徐々に徐々にこの緑のショートタイツの2人、浅子悟、そして丸藤直道、ペースを握っています。埼玉県出身のこの2人と、そして赤のショートタイツは山梨県出身の2人、井上正雄と金丸義信、逆襲を受けました。さあボディースラムに、そして見下ろしてから金丸の方をちらっていました。さあ金丸何かを求めている、金丸トップロープから握り拳を落としていった、腰を打っています。腰を押さえている丸藤、強烈なストンピング。こう少しずつ細くなっているこの腰のところにグッグッと全体重をかけてストンピングに行きます。スルー、そしてカバーに入る、どうだ、2で返していきました。拍手が起こります後楽園ホール。さあ首投げです。そしてさあキャメルクラッチに入りますが、丸藤の顔くしゃくしゃになっています。血管が浮き上がるばかり。そして首をぐっとひねっていく、非常に苦しい、苦しい、汗が滴り落ちます。ロープに届くか、左腕ロープに届きました。しかし金丸サードロープを使って3発目、金丸の78キロを丸藤の腰にその力反動を使ってさらに倍、2乗にして乗っけていきます。試合の権利は井上雅夫と丸藤に移っています。非常に苦しい丸藤、カバーに入られた、2カウントで返していきました。しかし試合開始当初には見せなかったこの表情、丸藤直道ピンチを迎えています。
さあボディスラムに行きます。そして井上雅雄、何を仕掛けるか。そのままカバーに入る。カウント 2.5、 徐々にカウント3に近づいています。さあここから逆エビに入るのかな。井上雅雄、左足をまたいだ、腰を落とす。108キロ、甲斐の怪力、非常に苦しい。ロープまではかなり距離があります。金丸がそのロープのところをタッチさせないようにまるで見張っているようです。さあその間に浅子がこのアピールをしますが、浅子がアピールをしますが全く聞き入れられません。非常に苦しい、非常に苦しい。さあ金丸のボディープレス、この辺り井上正雄と金丸義信、さあ抱え上げますボディープレス、そしてまたカバーだ。おお、カウント 2.7 で返しました。しかしこの新人の丸藤相手に大きな技は出せないとばかりにボディースラムからのこのカバー、先輩の余裕を見せんとばかりにこの赤のショーツタイスの2人が攻めていきます。リング中央、短い髪の毛を掴んで、そしてロープへ振った。井上正が待っている、キック、そしてローリング、かかとへキック、ドロップキック、起死回生、逆転。さあ即朝子にタッチ、気力十分の朝子、スルーして金丸出たところトラースキック、そしてロープを使って井上正フェイスクラッシャー、顔が潰れた。腰を打った金丸、試合の権利は浅子と、そしてこの井上雅雄、おっと足を払っていきます。そして短くしたこの井上雅雄の髪の毛、反対側のコーナーに振ります。さあ浅子何を見せるか、逆襲を食らった、反撃なるか、ラリアット、しかしラリアットを食らわせた井上雅雄、一回転、そして金丸を呼んだ、金丸にタッチしています。ダブルのベルトスター、試合の権利は金丸だ。カバーに入る、ツーカウントで返していきました。もう15分になるという時間帯になっています。さあ金丸トップロープを越えて15分、もう一度トップロープ座るような感じ、一回転、ツーカウントで返していきました。アラビアンプレスを出していきます金丸義信。さあそしてナンダローコーナーに浅子を追い詰めた、逆に金丸振られた、トップロープかわす、トップコーナー、浅子も逆襲、セカンドロープに乗った、金丸を待つ、キックを食らった。さあ浅子どうする、投げで返していきました浅子悟。もう試合時間15分を過ぎています。埼玉県と山梨県のこの海のない地域同士の対決、カバーに入る、勝利の山を制するのはどっちでしょうか。さあ金丸ちょっと疲れているぞ、しかし丸藤をコーナーに振った、丸藤セカンドロープから見せていった、カバーに入っている、2で返します。しかし金丸の方もかなり疲労しているようです。丸藤立ち上がってこの短く刈り込んだ金丸の髪の毛引っ張り上げます。デビューしてもう2年半近く経とうという金丸義信、その金丸相手に非常に素晴らしいファイトを見せています丸藤直道、180センチ83キロ、まだ19歳です、ティーンエイジャー。その丸藤が22歳の金丸相手に果敢に果敢に攻めている、胸エルボー、ただそのスピードもちょっと落ちてきています。さすがに長丁場もう15分過ぎている。ここは金丸の切り返しが素晴らしい。おーっとお腹の下のあたり打ちました、井上が入ります。さあ先輩の余裕を大きく見せるか、フィッシャーマンズの体勢になっている。そのままおスルーした、スルーした、スルーした。さあここからどうする、抱えてカバーに入った、カバーに入った。さあどうだ、2カウントで返していく。しかし浅子が入ります、浅子入る、浅子入る、ダブルの攻撃を見せます。
コーナーに振った。さあ丸藤がなんだろうコーナーへ突撃。そして井上を浅子に振って、浅子キック。さらにトップロープから最後は浅子締めるか。岩石のしギロチン。試合の権利は丸藤、カバーに入る。金丸がカットに入ります。丸藤の疲労度が大きくなっている。カットに入って金丸のところに浅子へ行く。さあそして丸藤はトップコーナーに上り詰めた。井上浅子立ち上がる。ミサイルキックかわした、かわしました。リング下では浅子やり合っている。カバーに入って2カウントで返している。残り時間2分です。20分一本勝負。さあ井上浅子、これはもう決めただろう。おお、3カウント待たずに返した。素晴らしい素晴らしい丸藤。リングスター浅子と、そして金丸、しかしリング中央、おっとアルゼンチンバックブリーカーをなんと新人の丸藤に見せてしまった。ここまでしないと勝てないか。ゴングが鳴った。回の怪力井上浅子、最後は新人の丸藤相手になんとなんと自分のお箱18番を披露する。こんな展開誰が予想したでしょうか。20分一本勝負、残り時間2分を切ったところ、井上正夫組、甲斐の国、井上正夫、金丸義信組が制しました。18分28秒、井上正夫が勝利を収めました。ようやくほっとした笑顔を見せました。それにしても丸藤直道19歳、並々ならぬ新人であることは今日後楽園ホールに集まったお客さん全てが目撃しました。これからの成長が非常に楽しみです。丸藤直道です。全日本プロレス中継サーティー、この放送は東京後楽園ホールより全国の熱狂的なプロレスファンの皆様にお伝えしています。全日本プロレスの1年の締めくくりのシリーズ、世界最強タッグ決定リング戦が開幕しました。開幕戦後楽園ホール大会です。さあまず全日本プロレス若手のテーマに乗って森島武がリングインいたしました青コーナーです。本日もこの森島武シングルです。30分の一本勝負、青コーナーに控えました森島武。さあ本日のこの森島武の相手、来ました本田多門です。この本田多門が今宵森島武に胸を貸します。30分1分勝負を行います。青コーナー260パンド森島武、デビュー8ヶ月森島武です。青コーナー265パンド本田タモン、オリンピアの星本田タモンです。30分の一本勝負シングル対決です。青コーナーが森島武20歳、赤コーナーが本田タモン35歳です。さあリング中央ボディチェックが行われています。上位陣との戦いが続いているこの森島武、今宵は本田タモンとの対決です。さあ両者がっちりと握手をしました。さあ30分の一本勝負、森島武史対本田多門の一戦であります。さあこの若い森島がこの本田にどのように挑んでいくのか。まず両者組み合いました。押し込んでいったのが本田。さあ首のあたりを捉えている本田ですが、ニュートラルコーナー、黒のショートタイツ森島武史、昭和53年10月15日生まれの20歳です。中学の時から柔道を始めました。柔道2段、デビュー8ヶ月であります。さあ一方の本田多門、
1963年生まれ35歳、小学校3年の時からレスリングをしています。ということはレスリング歴27年ということになります。ご存知の方も多いと思いますが、この本田多門、84年のロス、88年のソウル、92年のバルセロナと3大会連続してレスリングで日本代表としてオリンピックに出場しています。84年のロサンゼルス大会に出場した時、一方の森島武史はまだ小学校1年生でした。さあこの若い森島、ジャイアントキマラやこの本田多門、上位陣との戦いで日に日に力をつけています。体格も113キロとありますが、この本田と並んでも全く劣らない体格になってまいりました。しかしここは本田の硬い頭、ヘッドバット、たまらずダウンいたしました森島。さあそしてフェイスロックの体勢、さあフェイスロックに捉えている本田多門、先のシリーズでは10月6日新潟大会において泉田とのコンビでアジアタックに挑戦、ウルフ・スミス組を破り第64代のアジアタックの王者になりました。通算5回目の挑戦でのアジアのベルト、怪我をしている時のあの時期が辛かったと語っていたこの本田です。さあ場外での戦いになっている、鉄柵に振っていった、背中を強打いたしました森島。鉄柵がこの背中にめり込む、背骨に激痛が走りました森島です。さあ今度はリングの中に戻した、さあカバーだ、左の、いや、カウント2。これからはこの本田多門、アジアタックの王者として追う立場から追われる立場になりました。タイトル戦ではもちろん勝負にこだわり防衛回数を増やし、タイトル戦ではない時はチャンピオンとして注目される、勝負はもちろん内容もこだわりたいと語っていたこの本田です。タイトル戦でない時は内容にもこだわりたい本田、今宵の相手がこの森島ですが、その森島に奇襲を受けました。リングの外のこの鉄柱、青い鉄柱に肘のあたりでしょうか、強打いたしました、たまらず抑えている、その左の肘のあたりに森島が容赦なく今ストンピング、あーしかしこのヘッドバット、そして再びフェイスロックの形から首投げ、まだ右肩が上がっています森島、カバーには行きません本田。さあこの森島武史20歳ですが、デビューはここ後楽園ホールでした。そして10月4日、今年の10月4日、同期の橋誠とのシングル対決、7分と01秒、デビュー197日目にして初勝利を挙げました。そういった意味で森島にとっては戦いやすい、縁起のいいこの後楽園ホール。おっと再び、おっと今度はウィンになった、森島がウィンになりました、脇固めのような体勢。さあこの位置です、リングのこの位置、左の腕を絞っていく森島です。さあ片膝を立てているこの森島、190センチ、113キロ、交渉では113キロ、プログラムにも113キロと印刷されていますが、日に日に体重が増えているそうです。右手でサードロープ、おっと容赦なく攻撃を加えます森島。先ほどの場外での鉄柱を使った攻撃で本田がこの左の肘、この肘のあたりを痛めています。そこにポイントを絞ってひねっていく森島です。さあ肩のあたりを抑えてニュートラルコーナー、押し込んでいった本田多門です。さあこの後どう攻撃を組み立てるか、あった喉元に張っていったんでしょうか、指先が食い込みました。ああ、そしてエルボーよく見てる、かわした、巻き投げ、完全に森島はこの本田の左腕に焦点を絞っています。同期の橋誠との対決では初勝利を挙げました。これからは上位との対決で白星を出したい森島武史です。本田の左足がサードロープに届きました。ロープブレイクです。30分の一本勝負、森島武史対本田多門、5分が経過いたしました。先ほどの場外戦で本田が左の肘のあたりを痛めました。森島はその左腕、あっとこのキックも左腕、ドロップキックを放ちました森島。カウント一つで跳ね返す本田、非常に重みのあるドロップキックを放ちました森島。
さあこの攻撃も再び左の腕肩のあたりまで絞っていこうというこの森島ですがロープに振られました。さあその反動でラリアットいや捕まえた。フェイスロックからスリーパーのような体勢同時目スリーパー。さあ苦しい。この位置ではロープは遠いリングのほぼ中央です。同時目スリーパーに入りました。本田の太いこの左腕森島のこの喉元を締め上げていきます。頸動脈の動きを止めるというこのスリーパーホールド。さあ手を伸ばしてもこの距離です。リングのほぼ中央。さあ力が入る森島としてはここがこらえどころ。本田にとっても意地がある。後輩に胸を貸している今宵の試合30分の一本勝負。この本田から見てもこの森島日に日に成長しているのが伺えると語っていました。さあ大の字だ森島が大の字カウント2全身の力で跳ね返しました森島。さあスリーパーにこだわるこの本田です。アジアタッグチャンピオンとしてタイトル戦でない時もチャンピオンとして周りから注目される内容のある試合をしたいと言っていた本田です。さあ森島がこのスリーパー地獄からどう逃げていくか。リングの中央です。ああだいぶこの苦しい表情に変わってまいりました森島。ロープを背にしている本田にエルボーを放っていきましたがヘッドバット。ああ苦しい表情です。苦しい表情だ。さあエルボーでこれを打開するか。ロープに飛んだ。ああ再びこの攻撃しかしおーっと岩石落とし森島が一つ大技で返しました。スリーパーの状態から岩石落としを放ちました。さあそしてその胸板に本田の胸板にエルボーです。エルボーにはエルボーだ。さあ火がついた火がついた森島押し込んでいきます。そして腕を取っている右手がロックしている。ああそしてこのヘッドバット反動をつけてのヘッドバット大の字です。そして再び肩に自らロープに飛んでおーっと自爆。これは森島がよく見ていました。さあそしてエルボーを落とします。113キロのこの森島エルボードロップ2連発。さあ固めたカウント1つです。さあ森島がまずバックドロップリズムに乗れるでしょうか。ニュートラルコーナーに追い込んでいく森島逆サイドに振った。さあそしてエルボーランニングしてのエルボー少し体勢が崩れました本田。ブレンバスターの体勢です。ブレンバスター打ち合いだ。さあ体を入れ替えた本田コーナーブレイクになります。ブレイクしているんですが本田があった喉元へのヘッドバット。さあ逆側に振ってセカンドロープから振り向けたまラリアットラリアット命中カウント2でした。振り向きざまセカンドロープから飛んでのラリアット放っていった森島。そして再びエプロンサイドからセカンドロープコーナーのトップに立った森島武史。おっとダイビングエルボーさあカバーだ片指だカウント2で跳ね返す本田です。しかしこの時間帯森島がよくこの攻撃を組み立てています。さあフラフラになっている本田ラリアットをかわしている。ああ左腕を取った。左腕を取りました脇固め。親友対決自分の力でなんとか右足を伸ばしました。森島がロープブレイクサードロープに足が届きました。さあ本田がこの森島を振った。おっと頭をガツンとぶつけていきました。そして腕を止めにいった。腕七に逆十字関節可動域を超えるか。必死に足を伸ばしたロープブレイク10分を超えました森島。本田の関節技腕七に逆十字自分の力でサードロープ足を伸ばしました。30分の一本勝負10分を超えています。ラリアットやや本田の動きが鈍ってきた。ここは攻めのきたブレンバスター。森島が先ほどのバックドロップそして今のこのブレンバスター大技を出しつつあります。さあもう一つトップロープからニュートラルコーナー
さあ立ち上がった。ミサイルキック。ミサイルキックど真ん中に命中。あと1秒でした。金星まであと1秒。高い打点からのミサイルキック。ホンダの胸元に命中いたしました。さあそしてパワーボムの体勢か。捉えるホンダです。いや、ホンダがそのまま持ち上げた。そして落としていく。4の字か。ああ、STF、STF、完全に決まっている。さあ、ここ逃れるか。森島正念場だ。あっと、完全にロックした。ギブアップ。森島たけし、最後はホンダのこの STF 地獄に沈みました。試合巧者ぶりを最後に見せつけました本田多門。健闘した森島に声をかけます本田。98世界最強タッグ決定リーグ戦の開幕戦、後楽園ホール大会第2試合、本田多門が森島たけしを下しました。これからも上位陣との戦いが続いていくであろうこの森島たけし、一戦一戦力をつけていく全日本プロレスの期待の新人です。デビュー1年目、その1年目の最後のシリーズ世界最強タッグ決定リーグ戦、力もつけました森島たけし、健闘が光りました。しかし試合の方は11分15秒、本田多門が森島たけしを破っています。全日本プロレスでは今日ご前回におりまして記念品が取れますカラーボールの行となります。ただいま陸上に吉津義英遥か渕井正信の3選手がボールを投げ入れます。ボールをお送りのお客様はこの試合が終わった後の休憩時間が終わるまでに会場ロビージャイアントサービス売店までボールをお持ちください。記念品との交換を行います。98世界最強タッグ決定リーグ戦、まず最初に入ってきたのは菊池剛、平原遥、そして渕正信の悪役紹介です。黒に白地の丸、ワルという文字、その T シャツを着込んだ3人組、恒例のボール投げです。ピンクそしてグリーンのボールが満員の後楽園ホールに投げ込まれます。今日の後楽園ホールは全ての座席が埋まっています。満席です。そして立ち見の席もほとんど隙間なく埋められております。例のごとく一つずつボールを持ちました悪役紹介です。このテーマソングが流れ始めました。まず最初に入ってきたのは桃田光男、白のショートタイツ、そしてラッシャー木村、黒のロングタイツ、そしてこの人がセカンドロープからリングイン、ジャイアント馬場であります。ラフィータルマッチ30分一般勝負となります。アフォーナー230パンド菊池剛、177センチ、100キロの体、菊池剛、永遠遥か、左腕を上げました。永遠遥か、ピンクのショートタイツ、静かに右腕を上げました。渕正信、桃田光男、こちらは両腕を上げた桃田光男、250パンド、ラッシャー木村、静かにその時を待ちます。ラッシャー木村、一歩二歩前に出たジャイアント馬場であります。レフリーはマイティ井上です。30分一本勝負で行われますシックスメンタッグマッチ。今ボディチェックを受けているのが渕正信であります。桃田に対するコールが会場から飛び交います。そしてこちらが
ファミリー軍団、左から桃田光雄、ジャイアント馬場、そしてラッシャー木村であります。さあボールを1個ずつ渡すはずです。まず桃田が、いや、エーゲンが桃田のところ、ラッシャーにいきなり渡しました。そしてフチが、これもラッシャーに渡しています。会場がどやめきます。馬場さんはちょっと薄ら笑いか。菊池もラッシャー木村に渡します。どうしたんだ悪役紹介。そしてラッシャー木村はジャイアント馬場に1個ボールを渡し、そして桃田光雄にもボールを渡し、3人が1人ずつボールを会場内に投げ込みます。おっと、ライトに当たって戻ってきてしまいました。このボールをもう一度もらっています桃田光雄。もう一回投げ込んで、2階席の方にボールを投げ込んでいきました桃田光雄であります。微笑みが漏れました桃田光雄。さあ先発するのは、悪役紹介はエーゲン遥、そしてファミリー軍団はまだ決めかねています。ジャイアント馬場が、ラッシャー木村が、まだ決めていません。ジャイアント馬場、ラッシャー木村がエプロンサイドに移ります。先発は桃田光雄とエーゲン遥であります。30分1本勝負で行われます。シックスメンタッグマッチ、先発はピンクのショートタイツエーゲン遥対白のショートタイツ桃田光雄であります。組み合ってぐっと押し込んでいったのが桃田光雄でありますが、自らロープを宣告しますエーゲン遥。お互い睨み合いの状態、リング中央。さあ押し込んでいったのは今度はエーゲン遥。おっと、ジャイアント馬場がカットに入るところでありました。場内からは桃田気をつけろ、騙されるなという声も飛んでおります。さあバックを取ったエーゲン、さあそれをほどきたい桃田。さあがっちり決まっているか、ほどくことができるか。足を取っていったエーゲン、さあ今度は足を固めていきますエーゲン。リング中央、さあプッシュアップしていくが、桃田に対する声援が場内は飛んでおります。ロープに逃れることができるか桃田光雄。プッシュアップ、プッシュアップ、そしてロープに近寄ってサードロープに手が届きました。左腕が届きました。おっと背中に張り手、場内ブーイング、睨む桃田。さあ桃田は今度はどんな攻撃を見せていくのか。さあエーゲン遥から今度は菊池剛にタッチしました。ストマックに攻撃を見せてロープに振った、ゼロ戦効く、吠える吠える菊池剛。さあ今度はバックを取っていくか、足を取っていく、おっと抱え上げたぞ、抱え上げてカウントしていった。さあカバーに入ろうという体勢でありました。さあリング中央、睨み合いから桃田が仕掛けて、今度はラッシャー木村にタッチ、一度ブレイクします。さあ何やらこそこそっと相談したラッシャーと桃田。桃田がエプロンサイドに戻ります。お互い睨み合い、気合を入れたラッシャー、しかしまだ仕掛けません。お互いに仕掛けません。さあ先に仕掛けるのはラッシャーか菊池か。組み合った、押し込んでいった菊池。
さあラッシャーどういう反撃を見せるのか。エルボーを見せていきます。胸に連発で入れていきます。耐えるラッシャー。あーっとこれは怒った怒った。ラッシャー決められやります。何やら言いたげだ。菊池とは距離を取りました。あーっと怒った怒った。さあ菊池再び仕掛けることができるか。あーっと今度は首も今度は背中にエルボーだ。背中にエルボーを連発で入れていきます。あーっとラッシャー耐えかねる。怒った怒った。さあ気合が入ったラッシャー木村組み合ってニュートラルコーナーに押し込んでいきます。菊池再びエルボーだ。首筋あーっと怒った怒った怒った。あー張り手だ張り手だ。菊池が思わず尻餅をつきます。髪の毛を掴んでラッシャー木村菊池を起こしていきます。あー今度は背中に背中に連打していきます。そして吠えますラッシャー木村。菊池も吠えたい。あーっとここで菊池正信にタッチであります。ストマックにキックを入れてハイキック。ラッシャーの顔面を捉えました。再びさあ左腕を取って腕をひねっていきます。強引に倒してそしてあーっと顔を踏みつけていく。ラッシャーの顔を踏みつけていきます。さあラッシャーの顔には赤いものが見えます。口が後ろから狙いすまして今度はストマックにキック。ハイキック顔面顔面2連発3連発。そしてあっとかきむしっていくか。顔面をかきむしっていきます。淵正信ここで永遠はるかにタッチであります。あーラッシャー木村顔を押さえています。今度は首筋張り手再び張り手よいしょ。あーっと永遠に対する声援に永遠が応えます。そして向こう側の観客席ご覧いただけますでしょうか。新聞紙が広がっております。そろそろかなという準備が始まっております。さあ永遠の逆水平チョップ場内からは手拍子も送られていきます。あーしかし打った永遠の方が痛そうだ。さあここで菊池剛に再びタッチ。2人がリング上にいます。ヘッドバットラッシャーもヘッドバットで返していきたい。ロープを伝わってニュートラルコーナーにもたれかかるようになりましたラッシャー木村。再びヘッドバットに行くか菊池剛。さあラッシャー木村のヘッドバットであります。リング中央でひざまずきました強し。それをジャイアント馬場が髪の毛を捉えるようにして起こしていきます。そしてジャイアント馬場にタッチであります。んまだあったジャイアント馬場がセカンドロープをまたぎました。吠えます菊池強し。身長差32センチ体重差35キロもちろんジャイアント馬場の方が大きいわけであります。ジャイアント馬場209センチ135キロ菊池剛177センチ100キロ組み合った。菊池剛もそれほど小さいわけではありませんがジャイアント馬場と組み合いますと非常に小さく見えます。逆水平チョップジャイアント馬場微笑みが見えます。さあ口の頭を捉えたネックブリーカーかぐーっと力を入れて左腕で菊池の頭を掴んでおります。あーっと菊池痛そうだ。青コーナーに押し込んでいきます。そしてここで桃田といや永遠遥とタッチであります。さあジャイアント馬場
エーゲンハルカと向かい合って、エーゲンハルカジャイアントババの、おっとこれはロープに捕まりました。自ら回転していくエーゲンハルカ、ぶつかっていきます。押し込んではいきますが、エーゲン抑え込まれているようであります。一礼しました、エーゲンハルカ。エーゲンとジャイアントババの身長差は31センチ、178センチ、110キロのエーゲンハルカであります。あーっと逆に腕をひねられていきます。あー、もうこれはエーゲンハルカの得意技でありましょう。自ら宣告するロープ。さあ組み合った、縁にタッチ、何もせずまま縁にタッチ、縁は左太ももキックを入れて腕をひねっていきます。バックを取った、あーっとエーゲンが後頭部を抑えられていました。バックを取ったのは縁正信であります。さあその腕をほどいていこうというジャイアントババ、左を取って脇固めのような形になりました。さあロープ際、しかしジャイアントババの方がロープに近いところにいます。足を上げればロープに届くかという場所であります。さあ口も入ってきた、カット、あーっとジャイアントババ口にも攻撃を仕掛けていきます。そしてエーゲンも入ってきた、ヘッドバット、あー、ようやくジャイアントババの攻撃が収まりました。試合時間は10分を経過しております。さあ桃田光雄、ニュートラルコーナーの方に逃げていきます。そしてリング上はジャイアントババと淵正信、左腕を取った、それをチキンウィングにロックしていきます。さあ淵正信、何も感じないままにジャイアントババ赤コーナーの方に戻ってまいりました。そして桃田光雄とタッチ、バックを取った、あーっとジャイアントババ、あーやめてという声も飛びますが、どういう攻撃を仕掛けるか。ラッシャー木村ストマックにパンチ、左腕のストマックへの張り手。さあジャイアントババが右腕、そして桃田が左腕を取っていましたが、キックを見せていきます。胸元にキック、土も反撃するか、ニュートラルコーナーにぶつけていきます。お腹のあたりを押さえております、淵。そしてここで桃田光雄にタッチ、さあそろそろ来るでしょうか、エーゲンハルカの唾攻撃、張り手攻撃だ、張り手、お互いの張り手、お互いの張り手。さあニュートラルコーナーに押し込んできたのは桃田、桃田の張り手と同時に会場から手拍子が送られておりました。ヘッドバットで反撃する、エーゲン、あーっとここで唾攻撃だ、いきなり出てきました、エーゲンハルカのツバ攻撃。さあそしてこちら側に降りてきた、放送席の前だ、エーゲンハルカが放送席の前でエプロンサイドに上がっていくところ、あーっとお客さんの準備はよろしいでしょうか、あーツバ攻撃だ、ツバ攻撃だ、ジャイアントババが入ってきた、さあさあ来るぞ来るぞ来るぞ、今日の飛距離はどれぐらいだ、放送席の前、あー来たー、今日は高く上がっていった、エーゲンハルカのツバ。さあ会場内がどよめきます。さあ今度は桃田が捉えました、そして張り手、あーっと捉えた。さあ会場の方に向いている、ラッシャー木村は近いところにいる、お客さんは新聞を準備している、あー飛んだ、5メートルぐらいは飛んだでありましょうか。そして準備しているぞ、あーっと、あーラッシャー木村の方に向いていきましたが、ラッシャー木村にヒットする以上に放送席の方にも飛んでまいりました。私事ではありますが今日新調したスーツであります。さあニュートラルコーナーに押し込んでいった桃田光雄、エーゲンハルカヘッドバット、ツバ攻撃は一段落したんでありましょうか。あー今度は桃田光雄が場外に落ちていきました。それを追うのかエーゲンハルカ、さあ追っていきます、ヘッドボット、あー
っと至近距離だ、至近距離だ。これは準備ができていたでありましょうか。先ほどから新聞の準備はしていた向こう側の放送席、向こう側のお客さんでありますが、今の至近距離の壺攻撃に対応できたんでありましょうか。さあ今度は菊池剛が入ってまいります。桃田の両足を脇の方で捉えました。そしてそれを持ち上げようというのか、ジャイアントスイングか。あっと これはどういう攻撃だ。桃田を視点にして自らが回ります。自転攻撃というべきか。菊池剛、さあ今度は菊池、右足、いえ桃田の左足を蹴ります。さあその左足を捉えた。さあ今度こと、いや永遠はるかにタッチ。今度こそジャイアントスイングか。回せという声も飛んでいる。さあ永遠はるか、桃田を起こすことができるか。持ち上げた、持ち上げた。1回転、2回転、3回転、4回転、5回転、6回転、7回転。あーっとこれは永遠はるかの方がきつそうだ。さあ、あジャイアント馬場まさに一周であります。さあ試合時間は15分を経過してきました。剛にタッチ。さあスタマックにヘッドバット。今度は頭を狙っていきました。エルボーを入れて3連発。ニュートラルコーナー押し込んでいった菊池、ここを見せて反撃を見せる。さあ回り込んだ、あーっと張り手、連発の張り手、会場内から手拍子だ。さあ激しい桃田の張り手。さあおーっと菊池剛ロープを伝わってラッシャー木村の方に来た。なんという攻撃だ。ラッシャー木村にはたかれて場外に落ちていきました。自爆的攻撃といっても言い過ぎではありません。さあリング内に戻ってまいりました。菊池剛、相手はラッシャー木村、菊池正信も入ってきた。ハイキック、ロープを伝わって腕に衝撃を与えていきます。腕をひねります。菊池正信、ラッシャーもロープと宣告していますが、レフリーはマイティ井上。プチ背中にエルボー、先は揺れたラッシャー。しかしプチの張り手、場内がシーンとなりました。リング中央に戻っていきます。ラッシャー木村と右プチ正信。さあストマックにキック、張り手、ヘッドボット、耐える淵正信。恋という声が聞こえるでありましょうか。ラッシャー木村が淵正信に挑発的な言葉を言っております。さああっとキックを受けているラッシャー木村。淵のキック、激しいキック、そして永遠はるかにタッチ、張り手。ラッシャーの胸元は真っ赤に染まってきています。永遠に張り手を打ち返す。ヘッドバットゴーンという低い音が響きました。そして今度はジャイアント馬場、思わず開いたという声を出した永遠はるかであります。あーっと桃田が入ってきた、張り手、そしてロープに振って、おっと、あーこれは回転やり固めだ。いやーカウントが入る、カウントは1つ。さあ今度はボディスラム、エルボードロップ、がぜん張り切っています永遠はるか。カウントが1つ、
レフリーに遅いという一声をかけて、そして菊池剛とタッチ、腕を捉えた平原遥、背中にエルボー、そして桃田をロープに振っていきます。ロープに振ってゼロシックキック、さあ桃田を起こして、そして今度はさあノーザンフィッシャーマンズスープレックスからカウントは2つでありました。ジャーマンスープレックスか、エルボーでかわしていく、さあバックドロップ、バックドロップ、さあカバーに入ることができるか、菊池の髪の毛を捉えた、そしてさあ殿下の方と16番キック、さあカバーに入った永遠遥のカットであります。菊池正信が入ってくる、ストマックにキック、あっと円陣切り、そしてカバーに入った、カウントが入る前に体を浮かせました。さあ今度はおーっと、あーっとカバーに入った、カウントはカウント3つ、カウント3つ、桃田光雄素早い攻撃でした。非常に桃田光雄も張り手を受けるなど攻撃を受けておりましたが、瞬間を縫ってといいますか、一瞬の隙でした。桃田光雄後頭部を抑えております。そしてジャイアント馬場がセカンドロープをまたぎました。リング上まだ4人のレスラーが残っております。エプロンサイドには菊池剛、試合時間は19分28秒でした。さあ間もなくお楽しみのラッシャー木村のマイクパフォーマンスであります。場内からはマイクマイクのコールがなされています。さあラッシャー木村のマイクパフォーマンスです。なんかこの1年なんていうのは本当に早いですね。今シリーズでもう今年の試合は終わりですよ。ところで今年もホノルルマラソン走るんですか？もし走るんだったら去年のように俺は今年も応援に行くからね。今言ったように1年なんて本当に早いけど、今現在の心境はいかがですか？そこまで来たら何か言ってくれよ。ちお客さんを裏切っちゃいけないよ。やっぱりダメか。ダメ。ところで話は変わるけど、お前いつ電話かけてもいないな。しょうがないからな。俺こないだ日光の江戸村一人で行ってきたよ。それでな、グッズのニャンマネを2つ買ってきたから、お前に1つあげるよ。まあ今日は分かった分かった、ファンの皆さん、なんだかんだ言っても今シリーズで今年は最後です。どうか最終戦の武道館まで5000円のほどよろしくお願いします。
ダッシュは木村のマインパフォーマンスが終わりまして、この後休憩、そして最強タッグの入場となります。先ほどのボールの中でボールをお取りのお客様、お急ぎジャイアントサービス売店までボールをお持ちください。5年ぶりにセリーグ優勝を果たしたジャイアンツの後半戦の勝ち試合のみを3時間にわたって放送。もう一度見たい感動シーンやヒーローインタビューなど、たっぷりと余すことなく放送します。世界最高のプロスポーツ NFL、 今年の栄冠はどのチームに？日テレジータスでは生中継を中心に放送。ウィーク10、鉄道会社が六本木ヒルズに大集結。全国の鉄道系博物館でも見られない激レアなお宝を含む展示点数1000点以上。食、映像、テクノロジー、ゲームなどインタラクティブな体験を交えて鉄道を360度楽しめる体感型の展覧会。特別展、天空の鉄道物語、12月3日から六本木ヒルズ森タワー52階で出発進行。国内トップ選手が集結する体操男子個人総合スーパーファイナル、そして2019年国内最後の大会、全日本団体選手権決勝の模様を男女ともに放送します。試合会場の興奮をそのままお届けするプロレスリングノアスペシャル、今後の箱舟の行く末を決める清宮剣王の GHC ヘビーなど注目カードが多数ラインナップ。探求心を持って未知へと挑むナショナルジオグラフィック11月は、本年度アカデミー賞を受賞、前人未到のクライミング、伝説の絶壁エルキャピタンに命綱なしで挑む、歴史的発見がいよいよ迫る21年にも及ぶアレクサンドロスの王墓発掘への挑戦。視聴方法はナショジオ TV で検索。今日いよいよ開幕ということで、いきなり、ハンセン・ベイダーと当たることになってしまったんですけれども、今日の抱負を聞かせてください。そうですね、まあ、ベース的にスロースターターなんでね、ちょっときつい部分はありますけども、まあ、そこはねやっぱりここを勝っておかないと、勝っておけばあとあと楽になりますからね、ここはちょっと踏ん張りでおうかなって思ってますんで、まあ、これを今日勝って弾みにして、まあ、優勝戦線、まあ、きついですけどちょっとでもね、かするというか加わりたいようにしたいですね、はい。三沢さん自身はそのベイダーと初対決になりますよね。そうですね、あのちょっと不安というかね、どういう動きするのかなという違う怖さがねありますね、やっぱりね、まあ、そこはまあ、ね、組んでみればだいたい実力っていうのは分かるもんなんでね、まあ、まあ最初ねどんなもんかなっていうちょっと様子見るとこも出てくると思いますけどね、まあ慎重に勝ちたいと思います。三冠チャンピオンとしても初戦を迎えますよね、第20代三冠。そうですね、これねやっぱり負けちゃうとねちょっと突き上がらせてね、三冠戦挑戦させろっていう、ね、可能性も出てきますから、ちょっとここら辺でね、最初に叩いておかないとまずいかなっていうのがありますんでね、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。決定リーグ戦、史上全8チームが開幕の後楽園ホールのリングに姿を現します。まずは初出場レッドハンターズ、今年 5.1 ドームで全日初参戦、アジアタッグにもあと一歩と迫ったタッグのプロ中のプロ、レッドハンターズ A、 その後ろに双子の弟 B が控えます。レッドハンターズ
そして大森三河山組タイムズの目となるべく衝撃の合体を果たしました。さらに上を目指す2人ががっちり手を組んだ大森高山組です。合計体重330キロ、馬場に直走して誕生したオブライト木原の超巨漢コンビ。これからが始まりです。総宣言した小橋、その小橋についていく秋山、新しい時代をこの最強タッグから始めます。小橋秋山組。そしてこの男です。全日マット初登場、バートガン、194センチ110キロ、あのウィリアムスを KO したという踏み込み通りの破壊力が注目です。エースガン組、最強タッグは三沢革命の試金石。このリーグ戦が終わるとき、その答えが出るはずです。唯一のジュニア選手小川を伴って三冠チャンピオン三沢の入場。三沢小川組、あの 5.1 東京ドームでの合体、その結成には全日マットに衝撃が走りました。初出場初優勝の可能性大の超強力コンビ、スタンハンセン・ベイラー組。前年の優勝チーム総合チーム目白押しの中、やはり優勝の本命は世界タッグチャンピオンチームでもあり、なんとこの大会3連覇を目指す川田田上組。5年間のタッグのキャリアを生かし、並みの強豪を押しのけて川田田上が3連覇達成なるんでありましょうか。出場全8チームが開幕戦後楽園ホールのリングに姿を現しました。とうとうこの超強力コンビ、あの 5.1 東京ドーム大会以来の合体になります。リング上では PWF 会長ロード・ブレアースによる開会宣言が行われております。今日この後楽園ホールから12月4日の千葉大会まで15日間計28戦を行いまして、上位2チームが12月5日日本武道館での優勝決定戦に駒を進めるという形になります。ディフェンディングチャンピオンの川田田上組以外は初めてのコンビでこの最強タッグに参戦という形になりました。96年そして97年と2連覇を達成しました川田田上組から優勝トロフィーが返還されます。世界タッグのベルトは4回の防衛に成功しています川田田上組。この2人があの三沢小橋組以来という世界最強タッグ3連覇になるかという注目のリーグ戦になります。8チーム計16人スーパーヘビー級目白押しの今年の98世界最強タッグ決定リーグ戦、役者がこの開幕後楽園ホールに揃いました。果たしてこのハンセン・ベイダー組が今年の最強タッグ台風の目となるんでありましょうか。がっちり握手を交わしましたハンセン・ベイダー組。おそらくはこのハンセン・ベイダーが中心、台風の目となって計28戦が行われるものと思われます。最終日本武道館まで目が離せない98世界最強タッグ決定リーグ戦です。全日本こと全日本プロレスを主戦場としたこの2人のレスラー、異色のトリオを組みます。そして合わせて462キロというトリオと争います。今日の試合、大森高尾、高山義弘、そして柿原正人組の優勝です。3人の選手が今リングに上がりました。
2人合わせて330キロというタッグで世界最強タッグ決定リーグ戦に出場します。ゲイリー・オブライト、ジャイアント・キマラ、そして今日は泉田陣も加えて合わせて462キロというトリオ、今巨漢を横に揺さぶりながら、縦に揺さぶりながらリングに入るところ、ジャイアント・キマラが今青いマットにその巨体を入れました。お待たせいたしました。98世界最強タッグ決定リーグ戦シリーズ開幕戦です。高い龍、泉田潤、高山を指差しました。ジャングル大帝、ジャイアントキマラ、ザ・マスター・オブ・スープレックス、ゲイリー・オブライト、ショーテーマシンガン、柿原正人、和製ブロードブロディ高山義博、ヤングパンサーからの脱皮なるか、大森高雄、シックスメンタッグマッチで行われます。30分一本勝負、大森高雄、高山義博、柿原正人組対ゲイリー・オブライト、ジャイアント・キムラ、泉田潤組、画面左側です。リングインした時に泉田潤が高山の方を指差しましたが、なんといってもこのカード、世界最強タッグ決定リーグ戦の前哨戦ともいえるカードです。画面で捉えたのが大森高山組、そしてこちらがゲイリー・オブライト、ジャイアント・キムラ、それぞれこの2人がタッグを組んで世界最強タッグ決定リーグ戦これから迎えようというところ、今日はまずその前哨戦になります。おっと、ジャイアントキマラ、ペインティングではありません、レスリングスーツであります。やんややんやの大歓声、これはまた泉田もかつてタッグを組んでいた泉田も握手を求めた。ジャイアントキマラ大変身、ノーペイント、素顔のキマラ、黒いタイツに身をまとう。さあ、青コーナーの方は泉田が先陣を切りますが、赤コーナーの方、高山が制した、俺が行く俺が行く、大森と譲り合うか。まず初めてのタッグ、高山に先陣を譲ります。大森高尾、高山後ろ出た、これはこの後楽園ホールでのあのシングルマッチの再現になるのか。いきなりこの高山と泉が組み合わせ、しかし高山はオブライトを指差した、オブライト指差した、オブライトに変わる、ゴングが鳴りました。30分日本勝負、シックスメンタッグマッチで行われます世界最強タッグ決定リーグ戦の前哨戦、まずは高山と、そしてオブライト、同じ血を持ったこの2人がまず最初にリングまみえます。前からグッと掴んでいくのはオブライト、赤いスーツ、そして黒のショータイツは高山義弘です。オブライトはジャイアントキムラと組んで、そして高山は全日本の大森高雄と組んで世界最強タッグ決定リーグ戦、これから11月15日が初戦、戦っていきます。まずその前哨戦です。まずは高山、キックの構えに入る、ローキック、エルボー返す、さあ、そしてフロントスープレックス、貫抜きスープレックスを見せます。もう一度2カウント、カウント2で返していきました高山、しかしオブライトが上になって、そして高山をなって、さらに後ろを取っています、バックを取っている、コーナーに逃れます高山義弘。高山義弘32歳、油が乗り盛り、さあひねっていきますコブラツイストから、このまま強引に投げていくのか、オブライトパワー炸裂、160キロ、2カウント、大森がカットに入りました。解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、まずこの高山と大森組という異色のコンビ、なかなかやりそうな予感がしますね。そうですね、まあ、馬場さんで勝負しかないですね、現在リング上は高山茂弘とオブライトですが、馬場さん、なんといってもこの高山と組む全日本の大森、これがまた一つステップアップするためには面白いコンビになりましたね。おーっと、これはすごい。そうですね、まあ、高山がね、ステップアップするには
と思うんですがね、どうしてもね高山の場合にはまだレスリングというものがね、はい、できませんからね。おー、ネタ切った。それを習得するにもさあ、ここで大森が何かアピールして、そしてストンピング、オブライトの左の肩、これは強烈だ。オブライトのみた髪を掴んで、そしてリングに戻します。大森高尾、戻してないエプロンサイド、おエルボースマッシュ、強烈。放送席前、音がズシッズシッという音がこの放送席響いてきます。3連発です。これにはオブライト参った。カバーに入ります。そして対するこのオブライト、ジャイアントキマラ組、キマラ組2人合わせて330キロという巨漢コンビ、こちらの方も重さで世界最強タッグリーグかき回してくれそうですね、ババさん。そうですね、もう彼らは、ね、この大きさで勝負でしょう、キマラとオブライトはね。そしてキマラは今日はペイントなしで現れました。これババさんどう見ますか。キマラはね、もともとレスリングができるんですよ。結構体の動く人ですからね、はい、キマラにも期するものがあるはずです。去年世界最強タッグリーグ戦でウィリアムスと組んで最後まで優勝を争ったこのオブライトと、今年はおーっと投げていった、人間風車炸裂、大森後頭部直撃。キマラが急もった、今急もったパイプロスを持って、そして大森背中へ向かけて、なんと肩口に行った。いや大森これは痛い、立ち上がることができません。後ろからキマラが行きます。さあ、そして目をクッと潰していくような格好になっている。レフェリーは全く見ていません。レフェリーは見ていない。おっと、高山カットに入った、高山カットに入っている。レフェリー見ていない間に、この向こう上面の方では大森高山が大森をこう抱えるように赤コーナーの方に戻していきます。リング上ではキマラが待っている。このジャイアントキマラ、去年一昨年は泉田潤と組みました。しかし好成績を残すことができませんでした。世界最強タッグ決定リーグ10月27日の弘前大会でジャイアント馬場さんにオブライトとのタッグを申請しまして、それが受理されたという格好になっています。さあ、リング中央は柿原とキマラ、おっとキマラが締める、キマラが締めていきます。170キロのジャイアントキマラ、早くも5分を経過しています。馬場さん、ここまでの展開どうご覧になりますか。そうですね、もうオブライト、キマラの大きさにやっぱり翻弄されてますよね。この大きさに対して高山大森組、どういうふうにこれから対処していけばいいでしょう。さあ、それはね、この今柿原がキマラを投げようとしましたね、転がしましたね、あれやっぱり、ね、相手がね、こういうことをやったらこの人はこうなる、こういうことができる、できない、やっぱそれを分からずにね、何でも自分が覚えたことをやろうとします。それがね、やっぱりいけないですよね。これは高山か、大森組にとっては世界最強タッグ決定リーグの前哨戦ということになります。この2人は11月の16日にこのゲイリー・オブライト、ジャイアントキマラ組と正式な世界タッグ決定リーグ戦、そのリーグ戦の中で戦うことになっています。さあ、オブライトに柿原が腕しぎ逆十字をかけていける。泉田カットに入る、ヘッドバット強烈です。そして大森を指さした、高山が入る、木村にドロップキック、テイク、お腹のあたりぴよっぴよっとこの肉が動きます。さらに投げる、お高山抱え上げるか、このまま持ち上がるのか、どうなんだ、ロープを掴んでいます。規制を上げるジャイアント木村、全く効いてないよ、そんな不備、エルボーを落とします。高山の木村に対する仕掛け方というのはどうですか、馬場さん。仕掛け技は仕掛けてないんじゃないかな。
向かっていく姿勢、それもね、もう逃げることはないんですよね。さあ、木村の口が開いています。どんどん行かなきゃいけない、はい、どんどん行かなくてはいけない。体重差では実に、ね、体重というよりもね、はい、パンチを打ってもね、この肉でしょう。そうですね、ですからね、そんなに効きませんよ。もっと効果的な技を繰り出していかなくて、投げるのが一番いいんですよね、本人 の、はい、自分の体重で自分のダメージ受けますからね。何せキマラは170キロあります。さあ、大森が中に入りました。画面左がガイアンのキマラ、そして右が大森高尾、得意のエルボースマッシュを打っていきます。大森高尾、ナンダローコーナーのあたり、逆にキマラに捕まった。もうすでに5分過ぎています。シックスメンタッグマッチ30分一本勝負、世界最強タッグ決定リーグ戦の前哨戦ともいえる戦い。大森高尾、高山義弘、柿原正人組対ゲイリー・オブライト、ジャイアント・キマラ、泉田純組、グランドの体制になっています。大森高尾とジャイアント・キマラ、キマラが必死にこらえようというところ、背中の方にはロープはありますが、ロープブレイク逃れることはありません。大森がキマラの 左足を押さえています。左のかかと、キマラ大森に手が届きません。ロープを掴んだ、ロープを掴みました。エフェリー西永、しかしキマラの左膝を一回こうストンピング、痛めてから再び立ち上がります。さあ大森、大森が青コーナーの方、キマラに捕まった格好になりました。ストマックに一発、そしてヘッドバット、さらにチョップを入れていきます。さあ、チョップの応酬になるのかな。ヘッドバット、泉田返す、エルボースマッシュです。フラッときました、泉田。しかしヘッドバット、得意のヘッドバットで返していきます泉田純。今日はかつての盟友キマラとのタッグマッチ、シックスメンタッグマッチ、キマラを応援すると、そういう風にこの試合前語っていた泉田です。サードロックキック、強烈、喉元入った。オブライトカットにブーイングが入ります。後楽園ホール、リング中央やや右寄り、大森高尾と泉田純。大森がコーナーに振られた。さあ泉田、一回首を振って、逆襲を食らった、キックを食らいます。さあここから大森、エルボースマッシュ狙ったところ、ファースラムカバーに入る、ツーカウント、高山のカット、しかしその前に大森が返していました。大森高尾29歳、去年はホンダタモンと組んでバリーウィンダム、ジャスティンブラッドショー組、そしてハヤブサ新崎人生組に勝ちました。今年は新しいパートナー高山義弘を連れて、目標は全勝と語ります。日本人には必ず勝ちたい、その意気込みは大きい。しかし木原の170キロボディープレスを受けました。ハイキック、しかし木原ちょっと後退、エルボースマッシュかわす、前からキック、ベラックン体勢になっている。さあこのキマラの本物の肉、肉襦袢ではありません。グッとグッと締めていく、息ができなくなります。大森高尾非常に苦しい、パンチで逃れようとします。腕を入れた。10分を経過しました。前のペース、なかなか両チームとも握ることができません。こちらが大森高尾、対するジャイアントキマラは170キロ。わーっと、キマラ飛んだ、キマラが飛んだ、カバーに入る、高山カットに行く、肩が上がっています。ジャイアントキマラ、ボツワナ共和国の出身です。さあそしてネブラスカのこのオブライトとダブルのブレンバスター、高速ブレンバスター、速い、カバーに入る、ツーカウントで返していきました。コーナーに振ったところ、おーっと、今度はオブライト160キロ、そしてこれが貫禄スープレックス。ツーカウントで返します。大森ちょっと疲労が濃くなってきて、張り張り手からラリアット、そしてキマラを呼んだ、キマラのボディープレス170キロ。さあ160キロが待っている、バースラム、ツーカウント返しました。なんとか返した柿原、体重差では全く叶いません。柿原正人、これはもうオブライトのペースになって、おっとトップロープ、おっと
大森飛んだ、大森ミサイルキック、大森ミサイルキック、馬場さんすごいですね。そうですね、でもまあちょっと角度がね、かけ合いにも当たってしまいましたね。しかしこの大森トップロープからオブライトに向かってミサイルキック、ピンチをとりあえずしのぎました。おー、昇天を見せます柿原、泉田と柿原、泉田に対して激しい昇天、張り手で返す、張り手で返すぞ泉田、キックを受けます、交代する、ラリアット、そしてヘッドを落としていく、ツーカウントです。高山がこの辺りカットに入ろうとする素振りが多くなっている。さあ返した、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 非常に厳しい体勢、泉田サードロープ逃れました。そして赤コーナーは高山にタッチ、高山義弘、初めての世界最強タッグ決定リーグ戦参戦、賞金1000万円を狙います。泉田左足集中的に攻撃を受ける、ハイキック、汗がこの背中びっしょりです、高山義弘、サードコーナーに座り込んでしまった泉田です。高山と泉田、シングルマッチでは泉田のヘッドバットが冴えたんですが、しかし今日はそのヘッドバットすら高山見回せません。反則ギリギリで行こうという高山、15分経過しました。赤コーナーがペースを握ったかという15分、おーっと泉田勝ち上がった。最強タッグ決定リーグには参戦はないですが、しかしこの気迫、高山に勝ちたい、ドラゴンスクリューを見せました。馬場さん、泉田の気迫もいつも以上のものがありますね。張り切ってますね、張り切ってますね。高山相手燃えます、ラリアット、カバーに入る、これは面白いぞ。2カウント、最強タッグ決定リーグ戦に出場する大森高山組、そしてオブライト木村組、それを上回る気迫を泉田純が見せます。トップコーナーに登った、さあ高山に対してヘッド、隕石が落ちてきた。2カウント、ダブルのカット、さあオブライトと木村も入ってくる、しかし試合の権利があるのは泉田と高山だ、泉田あるいはホールが下るのか、柿原はオブライトに、木村は大森に、さあリング中央、泉田気合を一つ入れました。高山はリングの中、リングの中、柿原戻った、足をつかむ、大森も戻る、高山起き上がる、泉田コーナーで捕まっています、しかしオブライトが柿原を引っぺがました、あーっと落ちていった、バックドロップ、大森高山組、さあ世界最強タッグ決定リーグ戦日本人全勝を目指して2人のコンビネーション、新しいチームコンビネーション炸裂、銃で返していきました。大森は木村を、そして高山はオブライトを蹴散らした。リング中央は泉田寝そべったまま、高山を大きく手を広げてギロチーン、ギロチン、カバーはカウント、泉田の気迫がカウント2で返されました。最強タッグ決定リーグ戦に向けてこれではいけない高山、しかし泉田コールだ、泉田コール、高山後ろを取った、ジャーマンスープ X 固めて3カウント奪いました高山義弘、最後はギロチンを見せましたが、しかしそれでも泉田の気迫が上回った。最後はしかし本当に最後は最強タッグ出場の意地、これで泉田をカバー、高山義弘、大森高尾、柿原正人組が勝利を収めました。高山大森組、最後に何か新しいこと、この新しい2人のタッグのコンビネーションを見せまして、その存在をアピールいたしました。3人が両手を挙げます。17分16秒原爆固め、高山義弘、大森高尾、そして柿原正人組勝利を収めました。リング中央、11月16日対戦するこのオブライト
そして木原組に対して何やらアピール、うん、中指を突き立てます。うん、これはいけません。オブライト、かつての盟友も世界最強タッグ決定リーグ戦、その頂点を目指して再びまみえることになります。98世界最強タッグ決定リーグ戦、この模様は東京後楽園ホールより全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。を告げる全日本プロレス嵐の予感です。時代という時計の針の動きが加速している。3ヶ月ぶりにまたこの東京後楽園ホールで何かことが起こるかもしれない。30分一本勝負のシックスメンタックマッチ、ジョニーエース、マウナケアモスマン、そしてこのバートガンが全日に登場です。そしてこのエースガン・モスマンに対するは赤コーナーです。シックスメンタックマッチ、小橋健太、秋山純、志賀健太郎組です。揃いの黒いバーニングと書かれた T シャツ、志賀、そして秋山、最高峰小橋健太健山。3級マウナケアモスマン、ついに全日に初登場バートガン。全日本の激動の震源地ジョニーエースです。志賀健太郎、ブルーインパルス秋山純、そしてオレンジバーニング燃えろ小橋健太。30分一本勝負のシックスメンタッグマッチです。98世界最強タッグ決定リーグ戦開幕戦、東京後楽園ホールよりお伝えしています。解説はジャイアント馬場さんです。よろしくお願いします。はい、よろしく。馬場さん、ついにバートガンが全日本プロレスのマットに上がりました。馬場さんから見てこのバートガン、この選手に期待するものはどんなところがありますか？いや、ね、ウィリアムに勝ったというだけのことを聞いているだけ です、どんなことをするのかも分かりませんしね、まあ、確かに、体はいいです、顔もいいですしね、動きも良さそうです。ですけども今のアメリカのレスリングをだけしかできないとそんなに期待するほどの選手でもないような気もするんですよね、ですけど、まあ、ウィリアムスにどうして勝ったのか、はい、そこのところ今見てみなきゃ分からないですね。楽しみですね。この全日本のマットでどんな戦いをするのか一つの注目であります。おっと、早くもエースが何やら興奮しているようです。さあ、青コーナーがエースガン・モスマン、そして赤コーナーが小橋、秋山、志賀健太郎であります。赤コーナーはどうやら志賀健太郎、切り込み隊長、そして青コーナーがモスマンです。30分の一本勝負シックスメンタックマッチ、まずは志賀健太郎とマウナケア・モスマンであります。まずモスマンが消しかけました。ロープに追い込んでいきます。
あと4日で23歳になるマウナケア・モスマン。一方このシリーズの最終戦日本武道館大会の翌日24歳になる滋賀健太郎、若い2人の対決であります。さあ上から乗っていたモスマン、逆に滋賀が相手の動きを伺います。さあこのモスマンヘビー級に転向しましたが、全くこの上位との選手の戦い、このね、モスマンはね、レースリング非常に上手くなりましたよ、はい、もう体も良くなりましたしね、一つ一つの 技にも重みがあるんですね、綺麗になります、はい、さあそしてこの素早い動き、滋賀が腕を取りに行きました。滋賀健太郎、おそらくこのモスマンにね、もう5キロ、はい、3センチの身長が大きくなったらね、はい、素晴らしい選手になりますよ。若干22歳でありますが、185センチ、106キロ、あとは体格が大きくなるのを待ちたい。そうですね、その時、まあ、どうしてもね、年が若いとね、力もつきませんからね、年を取ることによって力もついてきますからね、はい、腕を巻いていきました、滋賀健太郎。この滋賀健太郎も187センチで83キロ、もう一つ体格が、このね、83キロというのがね、やっぱどうにも太刀打ちできないと思いますよ、この、ですからスピードと、まあ、技でね、そうですね、なんとか頑張れればいいんですがね、今のところこの滋賀健太郎スピードでそれをカバーしていきたい、そんな展開になっています。エルボー、カウンターでのエルボーでした。ロープに飛んで帰ってきたその反動を利用してのエルボー、そして村本へのキック。さあここで本日ジョニーエース初登場です。元はといえばこの人でした、ジョニーエース。8月23日この東京後楽園ホールで当時タッグを組んでいた小橋に試合後このジョニーエースが襲いかかりました。ゲットの空中分裂、その時真っ先にこのエースに向かっていったのがこの滋賀健太郎でありました。あれから3ヶ月余りが経っています。ジョニーエース、今一番燃えている男と言っても過言ではないでしょう。さあエースが入るなり、この滋賀健太郎の胸にちょっと一発、そしておっと素早く戻った滋賀健太郎、リングの上で戦いをします。滋賀健太郎ニュートラルコーナー逆サイドで振った、ラリアットをかわしている、あーバックマッチ、滋賀のバックドラップ、不意をつかれた、そして満を持して小橋健太、小橋対エース、この東京後楽園ホールのリング、因縁の対決と言ってもいいでしょう。小橋健太、さあ相手の出方を伺います。小橋とエース、馬場さん、この2人には並々ならぬものがありますね。当時タッグを組んでいましたがゲット空中分裂しました。おっとチョップも応戦になっています。サバット、小橋も蹴ります。そしてフェイスロックの体勢からロープに飛ばした、当たる、これは小橋の方が1枚上手、あっとハイキック、ハイキックが待っていた、サバット、胸へのサバット、逆水平、あーっと顔面へのドロップキック、しかし立ち上がった小橋、会場2100人満員を超えている、いわゆる超満員沸きます、東京後楽園ホール。さあエースがにらみつける先、小橋健太、先のシリーズで三冠ベルトを失いました。タックのベルトも失敗しました。こうなったら今このリーグ戦しかないと小橋健太試合前語っていました。馬場さん、そういった意味でこの小橋健太、このシリーズにかける思い、そうですね、もう今は何もないですからね、これはもうでしょう、失うものはないと言ったら変ですから、もう小橋たちは今度はこのシリーズに優勝しなきゃもう、ね、そうですね、存在意義、そうですね、力を誇示したいところですよね。さあその小橋の高い対空時間の非常に長いブレンバスター、顔が激痛に歪みます。ジョニーエース、カウントは2です。さあ30分の一本勝負、今宵はこの対決シックスメンタックマッチではありますが、小橋秋山組とジョニーエースバートガン組は12月の4日千葉大会で激突いたします。この世界最強タッグ決定リーグ戦8チーム1回戦総当たり、12月4日の千葉大会の時点での上位2チームが12月5日の武道館大会で優勝戦を行うことになります。そしてバートガン、ついに来たこの男、
さあついにこの前日のマットに上がりましたバートガン、ファーストカウントは2。このバートガンという選手、1965年生まれ、テキサス州オースティンの出身の32歳、194センチ、120キロであります。まずはこのバートガン、前日に登場して初めて対戦するのがこの小橋健太です。あっと拳を握りました。あっとエルボーを落としていきます。先ほど小橋のチョップを受けて、あっとスパット、ローリングしてのスパット、下腹部に命中いたしました。さあそして秋山だ、小橋と秋山、小橋からこのブルーインパルス秋山順にタッチ成立。秋山とバートガン、早くも沸点に達しような達しそうなこの東京後楽園ホール。さあこのバートガンという選手、一体どんな戦いを見せるんでしょうか。手を伸ばします、低い体勢、アマレスの経験がある秋山純、戦い方の違いはあるでしょう。しかし同じリングで戦っている世界最強タッグ決定リング戦、非常に楽しみになってまいりました。低い体勢から足を取りに行く秋山、バックに回った、バックに回った、なんとかほどこうとするバートガン。さあ手を伸ばします、秋山純、バートガン、さあ腕を取りに行く、ニュートラルコーナーに追い込んでいきましたバートガン。さあこれを打開したい秋山純、動きが止められました。警戒いたします。あ、そしてエルボー、エルボー連発、秋山純ニーリフト、膝蹴りであります。あっとバチンという音が放送席まで聞こえてまいりました。そして脇腹へ、今拳を握っていたでしょうか。実はこのバートガンという選手、アメリカの WWF、 この大会におきまして、あのスティーブ・ウィリアムスをノックアウトしたという経験がある、ブロール・フォア・オールという格闘技のトーナメントでの出来事でありました。一体その強さをどのように我々全日本プロレスでこのマットで見せてくれるでしょうか。場外戦になっています。秋山が鉄柵攻撃、モスマンに捕らえられています。リングの中に戻されました。ババさん、このバートガンという選手、この序盤の動きいかがですか。そうですね、やっぱりレスリングらしい技は出てこないんですよね、まあ、動きはいいですけども、まあ、今膝蹴りと、なんていうんですかね、パンチが一歩出ましたよね、まだ何やら隠しているのかもしれません、このバートガン。あっとコブラの体勢です。真ん中、モスマン必死にこらえる秋山純です。胸のあたりまでびっしりと汗をかいています真ん中、モスマン。この夏にヘビー級に転向しました、106キロ。体格がもう少し大きくなれば、非常に一つ一つの技にも重みが増してくるでしょう。モスマンなんとかほどきました秋山純。この秋山純、先のシリーズ 10.11 名古屋大会で川田田上の世界タッグのベルトに挑戦しました。しかし敗れました。その時点からこの秋山、世界最強タッグ決定リング戦を意識していたといいます。追い込まれている秋山、対角線に振っていった、ジャンピングに、あっと両手で跳ね返しました。エースソバットを食らっている秋山、膝をついている、その背中にエルボードロップ、拷問のような締め付け。さあフェイスロックも加わっている、膝をついた体勢です。両者力が入るエース、あっと小橋がカットしました、背中にバチンと逆水平チョップ。さあエースが攻め込んでいます。秋山が天井を見つめている。あ、そして青コーナータッチ成立です。バートガン、まず膝を落としました。そしてブレンバスターの体勢だ、高々と持ち上げました。おお、小橋のような滞空時間の長い、非常に長いブレンバスター、ここで落とします。力を誇示するバートガン、そして小橋に挑発いたしました。片指カウント2、両手の拳を落とします。そして膝を落とすニードロップ、ああ白いこの肌が真っ赤になってきましたバートガン。さあそして青コーナータッチ成立、マウナケア・モスマンです。
肩口のあたりにキックを一発放っていきました。そしてこのガンという選手はね、多分このシリーズのうちによく上手くなりますよ。この最強タッグ決定戦で、はい、いろんな選手の、ね、技を見て、まあ、いろんな選手とって日本人の選手ですね、この人たちの、ね、技を見てね、結構覚えたらね、素晴らしい選手になると思うんですね。でも覚え方もね、このもうシリーズのうちでね、結構いっぱい覚えると思います。なるほど。例えば今のブレイクバスターでも、小橋がさっきやったことをもう、俺だってやるぞというような感じでやってましたね。ただやり方がね、やっぱり、首を使うのが逆なんですよ。はい、我々は左手で上げます。あれは左手で首を掴んで、右手で押し上げるんです。彼は左手で、右手で首を掴んで、左手で押し上げます。ちょっと逆なんですよね。さあ、掲げた連携だ。落としていきました。エースとガン。カバー。カウント2。いやいや、カウント2追い込まれました、秋山純。さあ、エースとガン。エースのラリアットです。さあ、逆サイド。そういった意味でこのバートガン、この最終戦までどんな風に戦いを進めていくのか、一つ一つの技を吸収していくのか。さあ、小橋が来た。ジャンピングに、まずはジャンピングに、そしてこのコーナーで逆水平チョップ、マシンガンチョップ、エルボー、ちょっとエルボー。さあ、小橋に火がついたか。あ、ローリングしてのチョップをかわしている。ああ、クビエロ手下げにチョップ、ローリングしての手下げにチョップ、ダウンしました、ジョニーエース。さあ、なおも攻め続ける鬼のような形相になってきた小橋健太。さあ、もう守るものはありません。小橋健太、攻めに転じなければならない。さあ、パワーボムの体勢、力が入ります。あ、エースが返した。ラリアップ、クリカードロップ。後ろに回っている小橋健太、ハーフネルソンか、ハーフネルソンだ。モスボンがカット、あっとかわした、危ない。おっと、目まぐるしく行動戦。あー、エースクラッシャー、食らってしまった。エースクラッシャー、カウント2。さあ、エースとガン、それから小橋と秋山、この両者がリーグ戦で対決するのが12月4日。さあ、このサイドからニュートラルコーナーからモスマン、ミサイルキック、小橋に放っていきました。2カウントです。さあ、ミドルキック、バックからのキック、そして連続へのキックです。落としていきました、小橋。さあ、小橋から秋山へ。優勝しかないと語っていたこの秋山純、決定リーグ戦2位もそれから最下位も同じだと語っていたこの秋山純です。バートガンに突っかかっていきました。エプロンサイド、ニュートラルコーナー、あっと、キックが待っていた。あっ、 DDT。 さあ、カバーナ沈めるか。サードロープに決まりました。こういう動きがね、本当にこのモスマンは素晴らしいんですよね。軽快な中にもキレがありますよね。そうなんですよ。さあ、ノーザンライトか、2リフト、なんとかほどく秋山。あ、胸へのキック。あ、しかし、あ、前に落とした。あばら骨、左の脇腹のあたりを抑えましたモスマン。あ、落とした、ブルーサンダー。さあ、カバーだ。エースがカットです。さあ、エースとしてガンが、バートガンカットに入りましたが、小橋が蹴散らしました。さあ、小橋が連携を見せるか。バートした、バーボムと合体、カウント2。いや、小橋と秋山連携が見られました。おそらくこのリーグ戦でも台風の目になるでしょうね。そうですね、まあ、よくやっぱり勉強しているというか、勝とうとする気迫が見えますね。見えますね。この小橋も12月4日このエース番組と対決を非常に楽しみにしていました。 DDT、 トップロープを利用して雪崩式の DDT 放っていった志賀健太郎。
15分が経過しました。シックスメンタックマッチ、12月4日の千葉大会の前哨戦と言ってもいいでしょう。あっと、チンシンク、さあまたもやトップロープをつけた、返していった、骨盤の当たりを抑えている滋賀健太郎、両者立てない、先に膝をついたモスマン、モスマンがガンにタッチ、バートガン、さあ入ってきた、胸の頭に当たりまでがっくりなっている、エルボーを放つ滋賀健太郎、全日本の切り込み隊長、ローリングしてのソバット、バーッとショルダーで当たっていきました。非常にパワーを感じます。おっと、抱え上げた、肩に乗せている、そのまま落とした、そのままカバー、片指だ、シが返せるか、返した、シが返した、2カウントで返しました。さあそして馬場さん、ガンとエースの連携でしょうか。おっと、なんだこれは、クロムガン2エース、ガンがエースにシガを投げつけていった。いや、エースガン組も非常に連携、今日が初戦ですが素晴らしいものがありますね。そうですね、まあ、エースもね、このガンを、連れてきて非常に興奮してますからね。そして今もこのガン、高い位置からこの城を投げ落としていきました。さあ、カバーが間に合うか、秋山が間に合った。さあ、地に迫るものがあります。城が捕まっている、あーとした、おっと、ガンがこの技を出した、秋山のようなカウントだ、カウント3、カウント3、前日に初上陸したバートガンが試合をものにしました。思いのほかに、いい選手でしたね、技もありましたね。いや、初戦でこのようなアピールをしましたバートガン、この後の戦い、非常に楽しみですね。さあ、最強タイムに出る選手にね、どういう技を使うかね、これも楽しみですね。最後は秋山のそのような感じにこちらからは見えましたが、先ほどの小橋のブレンバスターを吸収しましたね。そうですね、17分と04秒でしたが、いやいや、これはバートガン恐ろしい選手であります。ジョン・エースとこのバートガンがタッグを組みます。世界最強タッグ決定リーグ戦、このエースガン組が小橋秋山組と対戦するのは武道館の前日、12月4日千葉大会です。98世界最強タッグ決定リーグ戦開幕戦の東京後楽園ホール、シックスメンタッグマッチ、最後はバートガンが滋賀健太郎を沈めました。この試合の模様は東京後楽園ホールより全国のプロレスファンの皆様にお伝えしています。2019サインボールキャンペーン、日テレジータスをご視聴の方全ての皆様を対象に選手の直筆サインボールが当たります。詳しくは日テレジータスホームページをご覧ください。全米ナンバーワンモータースポーツ、ナスカーシリーズ36戦、イベントレース2戦の全38戦を独占放送、 Don't miss it。いくら必要なんだ。1000億、正攻法でいったところで潰し合って終わりだ。一発逆転の死のギャンブルです。逆転だ、この勝負圧倒的に不利だ。インチキだ、俺の勝ちだ。どうなってんの。終わりだ、足元救われたんだよ、まさに自業自得。カイジファイナルゲーム、悪魔的だ。MotoGP 世界最高峰の戦いを全19戦徹底放送、バレンシア。
世界最高のプロスポーツ NFL。 今年の栄冠はどのチームに？日テレジータスでは生中継を中心に放送。 Week 11 U2 吉和ツリーツアー、13年ぶり奇跡の来日公演決定。12月4日5日埼玉スーパーアリーナ、あの歴史的名盤吉和ツリーを完全再現。チケット東京発売中。1年の闘病を飾る今年もビッグイベント、世界最強タッグ決定リーグ戦がプロレスの聖地後楽園ホールで幕を開けました。今年は全8チームが参加して行われます。そしてまず青コーナー姿を現してまいりましたのが、この最強タッグは初めての参戦になります、あの 5.1 東京ドーム大会以来、全日マットで本格的に活動を始めているザ・ヘッドハンターズ。その2人がまず最初にリングに姿を現しました。勝負で争われます最強タッグの公式戦、このヘッドハンターズを相手にまずその開幕初戦を迎えますのは川田田上、ディフェンディングチャンピオンチーム、そして世界タッグのチャンピオンチームでもあります。まさに優勝候補の筆頭田上、そして川田の2人が堂々のリングインであります。の最強タッグ台風の目となりうるかヘッドハンターズ、三冠の鍵はこの最強タッグで川田俊明、タッグの職人として1年を締めくくるか田上明。98世界最強タッグ決定リーグ戦開幕後楽園ホール、ディフェンディングチャンピオンの川田田上組の初戦はヘッドハンターズであります。96、97、2年連続この最強タッグ暮れのビッグイベントを制してまいりました。今年優勝ということになりますと3年連続の最強タッグ制覇になります。まずは大事なその初戦、先発は川田、ヘッドハンターズは A がまず先発であります。がっちりと組み合った川田、そしてヘッドハンター A であります。押し込んでいきました。ロープには30分一本勝負で争われる公式戦です。あらゆる勝ちが2点、時間切れ引き分けが1点、あらゆる負けが0点となります。各チーム7試合、リーグ全体で28試合を行って12月5日の日本武道館、上位2チームが優勝決定戦に駒を進めるという今年の最強タッグであります。ヘッドハンターが飛んで帰ってくるところ、川田ハイキックを取って、あ、トリエット左腕を持っていきました。ヘッドハンター、まずはその川田の出花をくじきましたヘッドハンターであります。ジャイアント馬場さんの解説でこの公式戦川田組対ヘッドハンターズ組お伝えしてまいりますが、馬場さん、はい、過去2連覇をしている川田田上にとって3連覇をかける大事な初戦になりますね。そうですね、今年はねやっぱりハンセン・ベーダー、オブライト・キマラ、そうです、エース・ガン、この AB ね、みんな大きいですからね、日本勢は苦労すると思いますね、はい、その体重の話が出ましたが、ヘッドハンターズ A と B を合わせますと305キロということで、まあ、この辺り の, そのボリュームも桁外れの今年の最強タッグと言えますね。そうですね、現在世界タッグチャンピオン、4度の防衛に成功し、この最強タッグは過去2年連覇している川田田上、まあ、ですからこのヘッドハンターズが初参戦ということではありますが、体格の面から考えましても侮れない相手ですね。そうですね、まあ、体格はそうなんですが、そのどんな技が、ね、出てくるかね、はい、そうですね、これが決め技をねやっぱり2つ3つ持ってないとね、やっぱり上位には進めないと思いますね。あ、なるほど、このヘッドハンターズで言いますと A の方が、まあ、体格の大きい A の方がムーンサルトなどを持ってくるという ね、そのムーンサルトに
ダメージを受けて寝ている、下に寝ている選手がですね、はい、そのダメージをうんと与えられるまでの技がその AB にあるかどうか、ね、なるほどね、うん、そのフィニッシングホールドに至るまでの過程、そうなんですね、そのあたりがヘッドハンターズどういったものを仕込んできているか、そのあたりも見ものであります。かかと落とし、背中のあたりに持っていきました川田です。最強タッグに出るような選手はね、やっぱりそのフィニッシュに持っていくまでの技をそう簡単には食いませんからね。なるほど、まあ、ましてやこのタッグを組んでもう5年半のキャリアを誇っている川田田上、そのあたりのタッグの呼吸はもうお手のものであります。抱え上げるか、145キロの B を一気に抱え上げるか、川田リングの中央ぐっと力を込めます川田、あっと返されました。ヘッドハンターズにとっても大事な初戦になります。 5.1 東京ドーム大会で全日マットに初参戦を出しました。そして今年の7月19日の新潟大会ではアジアタックにも挑戦しています。キラチン落とした後頭部、川田の後頭部、首の付け根のあたりにぐしゃりと決まりました。連携という点ではこのヘッドハンターズやはりいいものがありそうですね。今首、川田の肩、その付け根のあたりをギューッとクローで締め上げていますヘッドハンターズです。今年は全8チームが参加しています。各チーム7試合を行って上位、得点上位2チームが12月5日の日本武道館メインイベントのリングに立って優勝争いをするという展開になります。30分一本勝負で争われる公式戦です。10月11日の名古屋での世界タッグの防衛戦、4度目の防衛戦に成功した川田田上組です。その試合後、これから今リングに入ります田上が最強も勝ちますよと力強い宣言をしてこの最強タッグのシリーズに臨んできています。その田上、ヘッドハンターズを捕まえています。まあね、チャンピオンですからね、最強タッグってやっぱり優勝しなきゃできませんね。そうですね、うん、チャンピオンとしてましてはこのリーグのディフェンディングチャンピオンでもあります。まあ、このオフの間には共に合同練習なども行いまして非常に肌のツヤもいい川田田上がやりやっと打ってきました。ですからそのコンビネーションなどの点では全く不安のない川田田上、あとはこの重要化した今年のリーグ戦どういうふうに切り抜けていくか。そうなんですよ、もう本当にねこの重要化したという、ね、そうですね、相手が大きいということはね、やはり疲れるんですよ。なるほど、そうですか、もう試合をやっててね、その相手が自分より大きいということはね本当に疲れるんですよ。まあ、そのちょっと上に乗られただけでもスタミナをロスするというか、ですからそれが毎日続くとですね、ですね、どこにどういう風になるか分かりませんね、今度はね。この開幕後楽園ホールを皮切りに全12日間の日程でこの最強タッグ今年は行われます。ボリュームアップ、質も量もボリュームアップした今年の最強タッグの中でディフェンディングチャンピオン、そして世界タッグチャンピオンの川田田上、まずはその初陣です。すでに試合時間も5分を超えています。ハーフボストンクラブの体勢から今カットに入りました。すでに川田の胸板のあたり、額のあたりには大量の汗が光っています。慎重にまずは白星、勝ち点2を取りに行かなければいけません。川田田上、スピンキック、肩口のあたりにヒットしました。93年の5月に結成した川田田上組です。タッグとしてのキャリアはもう5年半、もちろん今回出場したその8チームの中でタッグとしてのキャリアは一番長いわけであります。まずはそのヘッドハンターズの出方を伺いながらという立ち上がりになるでしょうか。川田田上ボディースラムで倒してニュートラルコーナー、セカンドロープからトップロープに、おっとこちらを向き直った、ボディープレス、160キロが降ってきた、ツーで返します川田。こうやってね上から飛ばれたらね非常に跳ねにくいんですけども、それまでに跳ねられないまでのダメージを与えておけるものがあるといいんですよね。まあ、ヘッドハンターズとしたらもうもちろんその体重をフルに生かした方がいいわけですからね。そうですね、もう一回セカンドローブ、それが武器ですからね、あっと田上がのど輪の体勢、これをヘッドハンター B がカット、もう一回、あっとこれはかわされた、先頭音はかわされました。こうやって時間が経てばね、川田ってやっぱり逃げられますよね。そうですね、試合よく見ています。ハイキック、
ットハイキックでお返しされました。ショルダータックルを見せます。ヘッドハンター、この一卵性ソーセージのヘッドハンターズ、ダブルのショルダー、120キロのタウデが吹っ飛びました。1968年8月11日プエルトリコの3対差で出身の30歳の双子の兄弟、ヘッドハンターズ A と B であります。カバーに入った。今年の7月にはアジアタック、ウルフとスミスの持っているアジアタックにも挑戦して、まあ、惜しくも敗れるという結果。ただタックとしてのキャリアは10。ネックブリーカータウベがランニングネックブリーカーを見せました。どうですか、このタウベ川田組もやや慎重な立ち上がりという感じでしょうか。そうですね、やはりその取るべき星を、まあね、ヘッドハンターズには、ね、やっぱり負けるわけにはいかないと思いますよね。そうですね、まあまあ、点数をねやっぱり2点は計算のうちに入っていると思うんですね、確実に取らなければいけない2点と考えているでしょうからね。さあ野田の体勢、リングの中央、野田の落とし、さあ一発でカバーに入った田上、スリーカウント、ディフェンディングチャンピオン川田田上組、まずは順調な勝ち点2を獲得しました。白星発進、川田田上組、世界タッグチャンピオン、そして3連覇をかける今年の最強タッグ、まずは開幕戦ヘッドハンターズを相手に順調、そして重厚なるこの野々輪落としで田上が3カウントを奪いました。まずは順調な滑り出し、取るべき勝ち点2をもぎ取りました。ディフェンディングチャンピオン川田田上組、3連覇に向けましてまずはほっと一安心の滑り出しということになりました。勝負タイムは8分38秒、タウデがヘッドハンターズをのど輪落としで3カウントを奪っています。98世界最強タッグ決定リーグ戦、この試合の模様は東京後楽園ホールより全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。8年いよいよ開幕です。並み居るスーパーヘビー級選手の目白押しの中、個人としては史上最多4回のこの最強タッグ優勝を誇る三沢光晴が選んだパートナーは世界ジュニアチャンピオンの小川義成。注目の公式戦初戦、アンタッチャブル三沢小川組初戦です。入場。1998年日本プロレス界にこれほどまでの衝撃の走るビッグニュースがあったでしょうか。 5.1 東京ドーム以来の超大物合体実現です。どよめく東京水道橋後楽園ホール、98世界最強タッグ決定リーグ戦、世界最強になるためにはまさにこのチームを倒すしかありません。新幹に乗った皇帝戦士ハンセン・ベイダー今宵発進、この人がベイダーです。皇帝戦士全日本上陸、すでにハンセンはリングの上、そしてお腹にベイダータイムをあしらったベイダー、今全日本プロレス見参。皇帝戦士ベイダー、そのパートナーは新幹スタンハンセン。注目の世界ジュニアチャンピオン三沢のパートナーは小川。三冠チャンピオンに返り咲きました三沢光晴、おっとウォング前に突っかけたベイダー、ハンセン不運球をつけます。98世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦初戦、開幕戦まだゴングは鳴っていない、
三沢が捕まった。2人の攻撃、まずは合体エルボー。ここでゴングです。30分の一本勝負、世界最強タッグ決定リーグ戦98公式戦です。三沢小川組、そしてハンセンベイダー組の初戦です。いやー、ハンセンベイダー組の意気込みがビンビン伝わってまいります。注目の大型タッグチーム。ハンセンが三沢を振った、エルボーです。エルボーをまとめて打ち込んでいく三沢。さあ、タイムラリアット、三沢着地です。放送席解説はジャイアント馬場さんです。さあ馬場さん、注目の2チームがいきなり対戦ということになりました。馬場さんもハンセンベイダー組、これは興味を大いに抱いてらっしゃるんじゃないですか。そうですね、まあ、2人の大きさね、はい、なんといってもハンセンが140キロ、ベイダーが170キロ、 5.1 東京ドーム大会以来の合体です。日本のプロレスファン、プロレス関係者が注目の今日の初戦ということになりました。さあ、ベイダーがいよいよ入ってまいりました。ベイダーとハンセン、今日2回目の連携、カウンターのエルボーです。一方の赤コーナーは三沢から小川にスイッチしています。世界最強タッグ決定リーグ戦、全8チームが出場していますが、なんと言いましてもこのベイダー、ベイダー打っていく打っていく打っていく、わー、激しい激しい激しいファイトです。三沢にも挑発の眼差し、そしてハンセンが場外で小川を、わー、小川にエルボーだ。このベイダーとハンセンはね、はい、そのレスリングをするというタイプじゃないですからね、はい、小川はちょっときついですね。そうですね、もうとにかくラフ殺法も定評があります。あー、ベイダーいきなり串刺し式、体を合わせました。そしてパンチパンチ、拳を三沢に見せます。三沢を挑発ベイダー。この小川は180センチの90キロ、わー、小川コールです。この世界最強タッグ決定リーグ戦、8チーム全16人の中でもちろんただ一人の世界ジュニアヘビー級の戦士チャンピオンではありますが、体格差はいかんともしがたいものがあります。百戦錬磨の小川ですが、このあたりはインサイドワークでどういってこの男たちをかわしていくのか。このハンセンベイダー組は 5.1 東京ドームで小橋エース組と対戦しております。その時はハンセンが丸め込まれましたが、それ以来の登場ということになります。あの 5.1 の戦いをご覧になって、このハンセンベイダー組というのはどのような印象をお持ちでしょうか、小川さんは。いや、僕はね、はい、そんなにあのよくは見てなかったですよね。あ、はい、しかしそのベイダーのパワー、東京ドームの5万6000人が湧きました。よくは見てませんだって僕は解説したんですからね、そのハンセンのね、あのちょっとやっぱり年齢が、ね、もう峠を越したのかなというのは気になってますよね、勝負ということに関してはですね、ただなんといってもこの世界最強タッグ決定リーグ戦はこのシリーズを通してベイダーと組むというだけに、そのあたりのコンビネーションは日を増すにつれて熟成されていくでありましょう。このなんといっても世界最強タッグ決定リーグ戦というのはタッグチームの最強を決めるわけですから、そうですね、1対1が2以上にもなるわけですからね。ですからね、ハンセンにしてみればね、あの非常にそのいいあのパートナーが出たと思うんですね。はい、あっと回転、襟固めが潰された、ヒップドロップ。だから三沢じゃなくてその小川はね、はい、このベイダーやハンセンにはね、よっぽどその相手がダメージを受けているときに出てくるとか、そういったものでないとね、通用しませんよね。まあ、もうまともに言ってはそのパワーの差はどうしても跳ねておきませんから、ね、あーっと三沢がまた捕まりました。小川はちょっとグロッキーだ。この時間帯は三沢が捕まった。小川がフラフラ、あー、そしてベイダーがラリアット。もちろんこの世界最強タッグ決定リーグ戦はハンセンベイダー組の中にもう一つ注目がこの三沢小川組であります。8月
三沢がパートナーに指名したのは小川義成。先のシリーズで本格指導しましたこの三沢、小川、おっとうまくかわしました小川。円錐切りか、円錐切り、こういったところでうまくかわします。そしてタッチ成立、三沢赤コーナーから振ってきたエルボー、そして反戦にもエルボーです。今や三冠チャンピオン、4度目のベルトを巻いています三沢。スピンキック、ハンセンが背後から迫ってきました。あ、そしてまた三沢が捕まります。ダブルのブレイクマスター、この世界最強タッグの優勝を占っていく上でこの三沢小川組にとっては三沢と小川、この辺りの体格のハンデ、もちろん相手チームは小川あるいは三沢どちらかを痛めつけて焦点を絞ってくるということは十分この先考えられますね。そうそうですね、浜さん、この辺りをどうしのいでいくのか、三沢とベイダーです。あっと三沢がサードロープに腰を落としました。ただし三沢も小川をパートナーに選んだそれなりの覚悟あるいは作戦はあるはずです。ベイダーの突進、あっとそのまま叩き落としました。このベイダーには空中戦もありますが、まずはボディープレス、小川のカットです。小川のがむしゃらなカット、あ、ハンセンに潰されてしまいました小川です。また三沢が古軍奮闘ということになります。お、そして合体化パワーボムと、これはハンセンが加勢してのダイナミックなパワーボムです。そしてベイダーにはムーンサルトがあります。ムーンサルトアタックがある。このままセカンドローブからやっと振ってきた三沢、危ない、小川組前途多難、初戦黒星、ハンセンベイダー組いきなり98世界最強タッグ決定リーグ戦、三沢小川組を相手に初戦白星発進。恐るべし不沈艦、恐るべし皇帝戦士ベイダー、勝負タイムなんと10分を切って7分10秒、三沢がホールを奪われました。さあ馬場さん、この両チームの初戦を振り返っていかがでしたでしょうか。三沢が、これだけ、大きいということの有利さ、はい、つくづく、分かりましたでしょう。感じましたね、もうベイダーもハンセンも今技なんていうのはもう何もないんですね、ですけどもやっぱり2人揃ってしまうとね、はい、三沢がどう頑張ってもやっぱり通じなかったですよね、まあ、これに対して小川のやっぱり軽量がね、もうちょっと相手が弱きゃね、はい、小川のスピード技も通じたんでしょうけどもね、あまりにも相手が大きすぎましたね、はい、これは三沢小川組にとってはこれからの公式戦非常に課題を残す初戦ということになってしまいました。一方のハンセンベイダー組、初戦怒涛の白星発進、優勝候補最有力に浮上してきたことは言うまでもありません。98世界最強タッグ決定リーグ戦、その開幕戦、解説ジャイアント馬場さんでお送りしてまいりました。どうも馬場さん、ありがとうございました。どうも。全日本プロレス中継サーティー、この放送は後楽園ホールより全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。